大黒チャンネルルルル。大黒チャンネルルルル。今週も当たりまくりスティ。しました。揃いました。綺麗なスタートです。ピエールマンは後ろからになりました。さあ1周目の3コーナーへ向かって4枠2頭ボージュが主張しました。2番手に5番名将鉄痕です。そしてロードバンドールが3番手革人プリンス、さらにはパフォーマープロミスで最初の1周目の3コーナーです。あとは中段打ち1番チェスナットコート、3コーナーをカーブしてきます。中段には7番グローリーベイズで坂の下りです。後方にかけては12番クリンチャーがいて、フィエールマン、リッジマンがいて、後方から3番手9番ユーキャンスマイル、後ろに頭やや離されて11番ケントウ、最後方2番エタリオ、かなり遅れています。さあ1周目の4コーナーを迎えます。ボージュ先頭で4コーナーをカーブ、スタンド前に入ってきます。直線コース、2番手に13番ロードバンドールとなりました。3番手が名将鉄痕、そして4番手が6番カフジプリンス、スタンド前、内には1番チェスナットコートです。そして控えています8番パフォーマープロミス。スタンド前歓声、大きな拍手です。京都競馬場、中段に10番フィエールマン、中段です。あとは7番のグローリーベイズが行って、内に12番クリンチャー、後方からはリッジマン、外に9番のユーキャンスマイルが行って、健闘を最後方遅れてエタリオで、さあ各馬スタンド前を通過、第1コーナーをカーブしていきます。先頭はボージュが行きます。淡々とした流れ、リードが1馬身半、2番手に13番ロードバンドール、横山典弘氏はいつ動くか、2コーナーへ向かいます。あとは1馬身半差、名将鉄痕3番手、4番手がカフジプリンス、外からフィエールマンが今徐々に上がっていきます。2コーナーをカーブして向こう上面へ、フィエールマンは5番手集団、パフォーマープロミスが間、内に1番チェスナットコート固まって、その後は3馬身差クリンチャーです。外には7番のグローリーベイズが並んでいます。あとは2馬身差リッジマン、そして9番ユーキャンスマイル、後方に控えています。あとは3馬身差11番ケントウがいって、最後方変わらず2番エタリオ、さあ2度目の坂へと上がっていきます。先頭は4番のボージュ先頭です。名将鉄痕2番手、白磁プリンスが3番手、2度目の3コーナーを迎えます。あとは4番手に13番ロードバンドール、さあ坂の下り残り 800m 通過しました。3コーナーをカーブ、フィエールマンがここで動いていって、今3番手に上がりました。これを見て7番のグローリーベイズも進出、3、4コーナー中間です。そして2番のエタリオが今一気に上がってきまして、前から4、5番手のところ、さらには8番のパフォーマープロミス、第4コーナーをカーブ、さあ直線コースに向かってくる。ここで先頭は7番のグローリーベイズに変わったが、グローリーベイズ、そのうちに10番フィエルマ、2頭並んでいる。そして追い込んできた2番エタリオ、今3番手、さあ2頭の追い比べとなって 200m 通過した。グローリーベイズフィエルマ、2頭の追い比べが続いている。フィエルマンだ、ゴールイン、手を挙げたフィエールマン、クリストフ・ルメール騎手です。菊花賞馬の意地、菊花賞馬、今年は
平成最後となりました天皇賞春を制しました。今週も当たりまくりスティー。